お伝えしていますようにアメリカのバイデン大統領は24日、議会上院の超党派のグループと会談し1.2兆ドル、およそ130兆円規模のインフラ投資法案について最終合意しました。 合意した1.2兆ドル規模のインフラ投資法案には高速道路の整備や EV ・電気自動車を充電する拠点の拡充などに向け新たに5790億ドルおよそ64兆円の費用が盛り込まれていますバイデン大統領は当初2兆ドル規模のインフラ投資案の実現を目指していましたがその一部を切り出して合意にこぎつけた形です 一方、この財源については、政権側が求めていた法人税の増税は盛り込まれず、調整を強化することなどで賄うとしていますバイデン大統領は、上下両院で合意した案を速やかに可決するよう求めています